どうも皆さんこんにちは、チャックパスです。本日はですね、先日ね、こちらの動画で解説させていただいた通りですね、セゾンカードっていうのはですね、税金の支払いのね、還元率が下がってしまいましたよね。で、その中でもですね、非常にね、人気がある、こちらのね、クレジットカード、セゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカード。まあ、こちらはですね、セゾンマイルクラブね、えー、加入していただくとですね、ジャルマイルの還元率が基本で1.125%還元がね、まあ、取れるクレジットカードということで ということで非常にね人気だったわけなんですけどもとうとうねこちらにもメスが入りまして今後はですねこちらもですね0.5%還元 JAL マイルの還元につれ0.5%還元にまなってしまうっていうことが発表されてしまったんですよねということで今回の動画ではですね ANA マイル JAL マイルがたまるビジネスカードまとめということで動画ねやっていきたいななんていうふうに思います ということで、ちょっとね、私の方でまとめさせていただいたわけなんですけども、先日ね、解約が入ったセゾンプラチナビジネスですね。まあ、こちら、県面で、年会費ですね。で、家族カード。まあ、追加カードですね。こちら、ビジネスカードなんでね。で、国際ブランド。で、たまるポイントで、基本還元率。で、それがね、ANA マイルだったり、JAL マイルの場合ですね。で、またね、今回ね、メスが入りましたけども、税金の支払いですね。まあ、その時の還元率ですね。で、そのね、まあ、矢印がついている方は AN、ANA マイル、JAL マイル。 マイルの還元率っていう風な感じでね、この表は見ていただければなぁなんていうふうに思うわけなんですけれども、やはりね、こうやって見るとですね、JAL マイルのね、還元率見て,見ていただきたいんですけれども、やはりセゾンプラチナビジネスアメリカンエクスプレスカードって、 セゾンマイルクラブね、加入して、ジャルマイルの還元率って非常に高かったんですね。まあ私もね、ビジネスカードってほとんど利用しないので、まあ一応持ってるカードはね、2枚ぐらいある、あ、3枚ぐらいか。まああったりするんですけども、じゃあメインカードで使ってるかって言ったらメインカードでは使ってないですし、またね、そこまで私の場合はね、あの、高額決済したりしないので、まあ税金がすごい高かったりもね、いたしませんので、まあ調べなかった部分もあるんですけども、 こうやってみるとね、これ、ジャルマイルの還元率ね、セゾンプラチナビジネスって本当に高かったんですね。まあ、今回ね、ここにもメスが入って、税金の支払いに関してはですね、今までね、1.125%ジャルマイル還元率溜まってたわけなんですけども、まあ、今回の改定でですね、今後はね、0.5%、しかも上限は、ま、そのまま末置きでね、15万マイルまでしかね、こちら貯めることができなくて、まあ、それ以降はですね、永久不滅ポイント還元になって、0.5%還元に 落ちるっていう風になりますんでます、あ、でこういった感じでね、制限が入ったわけなんですけども、まあ、今まで本当にね、異常なぐらい高かったんですね。で、またね、プラチナカードということで枠も結構ね、あったと思いますんでね、まあ、かなりね、まあこの人気だった理由がね、わかるっていう風になりますよね。すごいですよね。他のカードでね、ジャルマイルで1%還元ね、取れるカードってないんですよね。 でででまたたね税金の支払いでもこれが実現できてたっていうのがねやはりねすごいポイントで、まあ、今回ねとととうううメスが入っっっててしまったっていうところですよね今回ねあのー、リクエスト動画でねこの動画作らせていただいたわけなんですけども、まあ、今後ね、まあ、どれがおすすめなのかビジネスカードでねあの今までこちらを使ってて、まあ、今回の改定でね他にいいカードがないかということで、まあ、リクエストをいただきまして今回この動画作らせていただいたわけなんですけどもでこのねあの基本還元 この基本還元率がね、あの高かったとしてもですね、あの、どのカード会社もですね、基本的に税金の支払いって還元率をね、下げる傾向が あるんですよね。アメックスであっても、えー、半分っていう風になりますし、エアーカードとかね、普段の決済は1.5%還元ということで、このカードね、ビジネスカードの中で一番還元率高いんじゃないかなっていうぐらいね、1.5%なんで高いですよね。で、年会費もね、5500円でそこまで高くないカードなのに、1.5%還元がね、取れるということで、こちら非常に高いんですけれども、やはりね、 あの、税金の支払いとかはですね、0.5%ということで、すごいね、下げてくるっていう風に、やはりね、しているんですよね。ですので、ま、今回ね、このセゾンプラチナで、え、解約がありまして、ま、今後ね、どのカードがね、おすすめなのかっていうと、やはりね、この、今回私が調べた感じだとですね、このね、オリコ EX ゴールド4ビズっていうのはですね、え、年間ね、200万円使っていただくと、こちらね、えっと、暮らしのステージだったかな。 こちらですね、暮らしステージっていうのがありまして、年間ね、200万円以上使っていただくと、えプラス1%還元がね、取れる制度がありますんで、まあ、それを入れていただくとですね、1.1%還元でね、利用することができて、まあ、それをね、交換していただくと、えジャルマイルの還元率がね、0.55%ということで、まあ、僅差にはなっておりますけれども、まあ、この中ではですね、一番高くなるっていう感じになったんですよね。まあ、有名どころだとですね、このビジネスカードの中でもね、 やはり NTT ファイナンスビズカードって結構有名みたいで、年会費もね、無料で利用することができて、追加カードも無料で利用できて、またね1、1%還元が取れて、ジャルマイル還元率もね、0.5%還元っていう風になりますんで、年会費無料とかね、そういうのを優先していただくと、こっちがね、おすすめになるかなっていうところなんですよね。まあどのカードにもね、それぞれ特徴がありますので、あとね、ポイントサービスですよね。まあ ANA マイル、ジャルマイルだけでね、 交換される方であればですね。まあ、ここだけ見ていただければな、なんていう風に思うんですけども。まあ、三井セミ友カードとかですね。いろんなポイントに V ポイントって交換できますよね。ANA マイルも JAL マイルも交換できますし、先日ね、紹介したホテルにおわたりのポイントにも交換することがね、できますし、またね、アメックスのリワードポイントであれば、ANA マイル、JAL マイルにも交換できますけども、他の外資系のマイルもですね、交換することができるっていう風になりますんで、まあ、ここら辺ね、 人それぞれね、まあ希望のところがね、違うかな、なんていうふうに思いますので、まあ全体的にはですね、こういった感じになりますんで、まあぜひね、参考にしていただければな、なんていうふうに思います。まあ一応ね、一つずつ紹介していきたいなと思うんですけども、まず、アメックスグリーンカードですね。こちらね、初年度年会費無料がね、ゴールドとグリーンはね、来ておりまして、こちらはですね、紹介制度を利用してね、発行していただくとですね、えー、初年度年会費無料になるっていう風になりますんで、またね、こちらのゴールド カードとかね、今9万ポイントだったかな。はい、キャンペーンやっておりますね。こちらもね、結構強かったりしますんで、このね、アメックスのビジネスゴールドっていうのは、あの入会キャンペーン狙いでもね、発行していただくのもね、結構お勧めっていた形になります。私もね、アメックスのビジネスゴールドね、発行して、ね、利用ねさせていただいております。このね、アメックスグリーンカードゴールドプラチナは1%還元がね、リワードポイントで貯まるっていた形になります。で、 追加カードはですね、プラチナ以外ね、お金がかかるっていう風になっておりまして、 プラチナだけですね、4枚までね、無料で発行することができるって言った形になります。で、基本還元率はね、どれも1%還元っていうふうになりまして、このね、1%還元を ANA マイルにね、1ポイント1マイルに交換できるんですけども、追加でね、ANA マイル移行コース、またね、メンバーシップリワードっていうのに加入しないとですね、こちら交換することがね、できないっていうふうになっておりまして、それが ANA 移行コースが5500円だったかな。で、メンバーシップリワードプラスが3300円ぐらいか りりますんでまますすでで追加でねお金がかかっっててってててきしうた形になりますこの点はね、アメックスプラチナビジネスはね、そういうのはないんですけども、まあそういった形になりまして、4万ポイントで4万マイルっていうふうになるわけなんですけども、ここまではですね、1ポイント 1ANA マイルにね、交換することができるって言った形になります。で、JAL マイルの還元率はね、残念ながらね、このアメックスのリワードポイントっていうのは、 ジャルマイルの交換率ね、非常に悪いので、基本的にね、お勧めしておりません。まあ、こういった形になりまして、え税金の支払いね、ハメックスの場合は0.5%、まあ半分になってしまうっていうふうになりますんで、それに応じてね、ANMIL、ジャルマイル還元率も、まあ半分になってしまうっていう形になります。まあ、どのカードにもね、言えることなんですけども、 全部ね amazon ギフト券ね購入していただいて a m Amazon p ペイでねあのギフト券支払いしていただければこの税金の謝礼っていうのはね満額取ることができますのでまあ 一回30万だったと思いますけども、まあそういったね、制約、まあ、あの、めんどくさいっていうね、部分がございますんで、一応ね、前動画で話した時にですね、私はね、あの、ツイッター等々で見てね、税事務所からやめてくださいとかね、まあそういったことをね、ツイッターであの、聞きましたんで、自己責任でって話をさせていただいたんですけども、視聴者の方はね、結構やってる方多いみたいで、普通にできたっていう方もいらっしゃいますんでね、そういう話を聞くとね、じゃあ、アマゾンギフト券ね、買って、アマゾンギフト券で Amazon p a で支払っていただければですね、このメンバーシップリワードプラスはね、Amazon ギフト券3%還元というふうになりますんで、まあこういった感じでね、あの面倒くさくない方に関しては、まあ、そういった感じでね、払っていただくのがま非常にオススメっていった位置になります。で、AMEX のねプラチナに関してはね、プライティパスでレストラン特典はねちょっと使えないですけども、付帯しております。 で、次にですね、三井住友ビジネスオーナーズカードの一般カードですね。こちらね、年会費、永年無料。またね、19枚までね、追加カードが発行できるっていう感じになっております。で、国際ブランドは Visa ター貯たまるポイントは V ポイント。で、基本還元率は0.5%還元で、ANA マイル還元率は0.35、JAL マイル還元率は0.25ということで、三井住友カードに関しては、税金の支払いね、還元率変わらないっていう風になっておりまして、このカードはですね、ナンバー と,かとね一緒に持つとですね特定の支払いがねそれがねこちらになるわけなんですけどもオーナーズカードと対象の三井住友カード2枚持ちで1.5%還元ということで AmazonANHRETC の利用でこちらね1.5%還元が取れるっていった値になります。で ビジネスオーナーズ一般なら、一度のお手続きでナンバーレスと同時に申し込み可能ということで、こちら対象カードになっているわけなんですけども、まあ、ビジネスオーナーズとここのカードを持っていれば、このね、対象の支払いが1.5%還元になるって言った形になります。こちらもね、アマゾンとかね、入っておりますんで、これも結構いいですよね。 まあこういった形になります。で、次にね、JCB 法人カードですね。こちら、年会費ね、1375円、追加カードが1375円、初年の無料っていった形になります。で、こちらね、お気時ポイント、0.5%還元、基本還元率で取れるっていうふうになっておりまして、まあ、スタバのね、チャージとかね、ポイント20倍とかですね、アマゾンポイント3倍とかね、利用することができるっていうふうになっておりまして、a n マイルの還元率は0.3%、JAL マイルも0.3%。 でこのね JCB の場合も、えー、税金の支払いね還元率変わらないっていうふうになりますんでこちらね同じって18になりますこのピンク色かってるのはね全部同じな還元率ですねっていう感じですねで次にね NTP ファイナンスビズカードこちらやはりね年会費無料で、えー、で追加カード無料っていうふうになりますんで無料でね還元率が高いのがいいっていうのはここら辺のカードが いいですかね。で、えー、航空債ブランドはビザで NTT ポイントサービスで、このね NTT ポイントサービスは、えっ、ー、とね D ポイントに交換することができるって言った形になります。こちらは、こちらですね。あんまりね、私もね、今回調べて初めて知ったカードなんですけども、こちらですね。NT Finance Biz カードということで、まあ、こちらはね、公式サイトっていうふうになっておりまして、ポイントがね、 1%, 1還元で D ポイントにね、交換することができるっていう風になりますんで、JAL、えー、マイルにね、交換することができるって言った形になります。ですので、JAL、えー、マイル還元率が0.5%が、おチャンネル税金の支払いでも取れるって言った形になります。で、次にね、エアーカードですね。 で、こちらですね、業界ナンバーワン還元率1.5%ということで、ちょっと前にね、こちらはポイントサイトのね、案件でお祭り騒ぎになったね、えクレジットカードなんですけども、えこちらもね、1.5%還元で年会費ね、初年度無料で、初年度実質無料でね、利用することができます。で、こちらはですね、 このエアポイントサービスっていうのはですね、ポンタポイントとかね、D ポイントとかに交換することができますんで、通常の還元率は1.5%で、ジャルマイル還元率0.75、非常に高いですよね。なんですけども、残念ながらね、税金の支払いはポイントが下がるって言ったがちになるんですよね。 で、次に楽天ビジネスカードですね。こちらはプレミアムカードのね、付随カードとして利用することができます。で、ポイント還元率は、えー、1%還元というふうになっておりまして、ANA マイル、ジャルマイルの還元率は0.5%還元ですね。でも残念ながらね、この楽天カードっていうのはですね、この税金の支払いね、非常に還元率が、ね、低いっていうふうになりますんで、まあプレミアムカードでですね、楽天プレミアムカードでプライティパスね、付、えー、けて利用されている方で、まああの、楽天で統一したい っていう方はね、いいのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあ基本的にはね、あの、考え率がめちゃくちゃ低いんでね、税金の支払いには、まあ基本的には向かないって言った感じになります。では次にですね、セゾンコバルトビジネスカードですね、こちら年会費無料で、すみません、書いてないですね、追加カードも無料です。で、9枚までだったかな、はい。無料ですね。 で、えー、国際ブランドはアメリカンエクスプレス、貯まるポイントは永久不滅ポイントっていう風になります。で、基本還元率はね、0.5%還元っていう風になっておりまして、例毎日ある前にね、永久不滅ポイントということで交換することができます。まあ、還元率はね、かなり低いですけども、まあ、こういった感じでね、利用することができるっていった形になります。まあ、こちらまで年会費無料っていう感じですね。 で、次にね、オリコ EX ゴールド4ビズですね。こちら初年度年会費無料っていう風になっておりまして、国際ブランドがビザかマスターで貯まるポイントがクラスマイルっていうポイントが貯まります。で、先ほどね、説明した通り、年間200万以上ね、利用していただくとクラスステージっていうのがね、上がって最大1.1%還元ですね。だからこちらね、 あの、税金の支払いではですね、還元率としてはね、かなり高い方ね、水準にはなっているって言った形になります。ただ、こちらのカードもね、結構いいですよね。まあ、こういった感じになりますかね。まあ、今回ね、まとめてみて分かったんですけども、本当にね、セゾンプラチナビジネスって本当にめちゃめちゃ還元率、 高かったんですね。はい。ですんでね、今回ね、改定が入りましたけども、まあ、他のね、ビジネスカードとかを見ているとですね、まあ、入って当然かなっていうぐらいね、まあ、還元率が高いっていうふうになりますし、またね、この税金の支払い、ビジネスされている方の税金の支払いってね、本当に何百万何千万とかになりますんで、まあ、それで1.1%ジャルマイルが溜まってたっていうのを考えるとですね、 本当にめちゃくちゃ溜まってたんだろうなっていうふうに、まあ上限15万マイルにはね、なっておりますけども、まあそれでもね、やはりかなり溜まっていたのではないのかな、なんていうふうに思うんですよね。まあもしね、これから今回の改定でね、まあ、かあのカード変えたいっていう方は、ぜひね、参考にしていただければな、なんていうふうに思います。でね、この、 税金の支払いでね、還元率が高いと言えばっていう話なんですけども、このね、ラグジュアリーカードですよね。私もね、このラグジュアリーカードって、あの、保有してみたいんですけども、年会費が高すぎて、今のところまだね、あの、手が出せてない、このラグジュアリーカードなんですけども、このラグジュアリーカードといえば、あの、税金の支払いみたいな、まあ、そういったイメージがね、 あったんですよね。で、こちら公式サイトでね、下の方にね、納税でも最大1.5%還元っていうのが書いてあるんですけどもえ、残念ながらですね、やはりね、このラグジュアリーカードもですね、 非常に多かったんでしょうね。税金を支払、あの、税金の支払いで、ね、利用される方が。こちらね、2023年の11月の6日から2024年4月5日に関しては、税金決済で獲得するポイント半分をカードのご利用日の翌日までに贈呈し、残りの半分を2024年6月にまとめて贈呈します。 合計は獲得できるポイント想定率に変更ありませんということで11月6日から来年の4月5日まではあのポイント付与のねタイミングは変わるんですけどもまあ無条件でねポイント贈呈してもらえるんですよねで来年のね4月の6日以降ですねこちらね条件が加わられるっていうふうになっておりまして税金の支払いで獲得するポイントの半分を カードのご利用付きの翌日までに申請し、残りの半分は集計期間の条件を達成した方へ、集計期間後6月にまとめて贈呈しますということで、こちらが条件になっておりまして、集計期間中、毎年4月3日から翌年の4月5日の税金以外のショッピング利用等の合計金額が税金のご利用の3倍以上であることということで、 めちゃめちゃハードル高くなってるんですよね。はい。これはね、ちょっと見てびっくりしたんですけども、まあ要はね、100万円の税金を支払ったらですね、通常で300万切らなかったら、まあポイントはね、全額もらえないということで、まあこのね、ラグジュアリーカードも、このね、税金の支払いのね、あの変更はね、 されたっていう風になりますんで、やはりね、税金の支払いっていうのはですね、まあ事業やられてる方はですね、高額になりがちなので、まあそこでね、ポイントをね、皆さん獲得したいっていうのを、やはりね、いろんなカード会社でですね、まあ塞いできてるっていう風になるんですよね。まあこれはまあ、しょうがないのかなっていう、って,っていうかまあ、 あれなんでしょうね。まあ、カード会社もね、そこにポイントを付与するしかないんですけども、まあ、どうにかそこのコストカットをしたいんじゃないかなっていう感じですよね。いやね、もうあの、ラグジュアリーカードってほとんどね、私の動画で紹介しないので、情報もね、そんなにチェックしてないんですけども、これはね、ちょっとびっくりしましたね、本当にね。はい。このゴールドカードとかね、あの、ニューヨークのマンハッタンとかのね、 確か、レストランとかを予約したら、往復か片道かね、送迎してくれるっていうね、サービスがあって、まあ、いつか利用したいなと思ってるんですけども、確かこれ20万ぐらい年会するんで、まあ、なかなか手出せないですよね。 ということで今回ですね、マイルが貯まるおすすめのビジネスカードをですね、まとめて紹介させていただいたわけなんですけども、いや本当にね、まとめてみてわかりましたけども、税金の支払いって本当にポイント還元率ね、下がってきてるんですね。いや本当に今までですね、セゾンプラチナビジネスね、 ここにメスが入らなかったらね、まとめてみて、今までが奇跡だったんじゃないかな、なんていう風に思うぐらいね、還元率が高かったんで、まあ今回ね、メスが入ってしまいましたけども、まあちょっとね、致し方ないのかなって思う部分がね、ありますかね。 はい。ということで、これからね、セドンプラチナビジネスのね、解約を受けてね、他のカードにしたいっていうね、思ってる方はですね、ぜひね、参考にしていただければな、なんていうふうに思います。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやっておりますんで、ぜひチェックしていただけると、とても嬉しいです。それではまた、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。